見てくださいよ、日本企画。これが、陸王の純正のキャブなんですけど、まあ、リンカートと作りがほぼ一緒だけど、まあ、フロートの形とかね、微妙に違うみたいな。で、前回、キャブの部品作ってる動画で作ってたやつはこれなんですけどね。で、今作って付けてるやつが3本目に作ったやつで、それはすごい調子が出て、デスビのね、部品もちょっと一部作ったんですけど、今絶好調で、ちょっとそれのエンジン、動いてる動画をね、ちょっと見てください。どうぞ。三拍子打ってましたね。あんなに調子出ると思わなかった。ねえ、ちょっと思いついちゃって、ツインキャブ計画を今進めてるんですけど、とりあえずこれベースのね、キャブ買って、まあ見ての通り、チョーク側のバルブ、バタフライがない。シャフトもない。で、このシャフトは今、手持ちのね、真鍮棒でぴったりのサイズがあって、6ミリ。だこれで今ちょっとここのシャフトだけ作ってみて、まあ動きはね、多少渋いから、合わせてみてどうかなって感じで。まあなんかこのシャフトはこれでいけそうなんですよね。で、問題はこの真ん中の、まあ、バタフライはいいとして、ここにこう、横にスリットが入って、そこにこうバタフライが刺さるんですよね。で、刺さって、ネジで止まってるっていう構造なんで、真ん中のスリットをね、どうやって作ろうかなみたいな、今ちょっとそれを考えてるんですけど、今回はもうなるべく、なんて言うんだろうな、プリミティブにね、こうハンドツールで作れたらいいなと思って、まあ本当はね、ボール盤旋盤いろいろあって、それを駆使して作るのがまあ筋だと思うんですけど、でもなんかちょっと面白くないなみたいな感じで、これはね、今回ちょっとなるべくハンドツールで作ろうかなと思って、まあ動画にして後でね、自分で覚書きみたいな感じの整備記録みたいにして、後で見返しても面白いなと思ったんで、ちょっと動画で、小出しでね、まあちょっと時間かかると思いますけど、アップしようかなと思ってます。で、こっちのね、キャブは、これが高速側のニードル。これも使えそう。ちょっとボロいけど。で、こっちが低速。これもね、ダメだったこっちのシャフトに比べれば、先っぽがちゃんといるんで、これも使えると思います。まあ、あとは一旦キャブを、きれいに掃除して、しつつ、ここをどうするか。っていう感じですね。まあ、これがね、純正。ひどいね、これ。で、フロートはね、対策品を、作って売ってくれてる方がいて、まあ、今ついてるキャブのやつもそうなんですけど、それを今回も使います。それはもう買いました。まあ、あとはちょっとね、掃除してなんかどうかな。まあ、同程度のキャブが今もついてるんで使えるとは思うんですけど、ね、鉄なんですよ、このキャブ。すっごくないですか？錆びるっていうのって感じなんですけどね。これがフロートのとこのバルブだな。これもまあまあちょっと段ついてるけど、なんとか使えそうなんで、ちょっと使ってみますっていう感じで。まあほんとね、シンプル極まりないですね。もうこれ以上シンプルにはできないんじゃないかな、キャブ。というわけで、ちょっとね、小出しの
なんか動画になりますけど、興味ある方はね、引き続きチャンネル登録とかして、あのバカキャブどうなったかなってちょっとたまに覗いてもらったら面白いかもしれないです。では。